皆さんこんにちは。今日は先日メイクアップスポンジを動画でお伝えしたんですけれども、そのメイクアップスポンジの動画でメイクのシーンを超高速の早送りでお伝えしたんですけれども、そちらをもっとゆっくり見てみたいっていうような、そういうご意見をいただきました。ちょっと私ではちょっと話術に自信がないので、先日悪徳業者で皆さんを騒がせたこの方と一緒に進めていきたいと思います。白髪のババアです。ババアって何ですか？ババアって何ですか？失礼な、75でこれはかなり美しい方ですよあなたはい、私がメイクの実況をできるのかしら、メイクの実況思います。まあ可愛いこぶって、別に可愛いこぶってない、これが私、ほっといてください。可愛いこぶってるじゃない、年がいもなく、いちいちうるさいですよねあの方、本当に。なんか悪徳業者ってあの方本当に地でやってる感じよ。本当のこ、え、まずはボビーブラウンの明るめのアイシャドウをまぶた全体にのせてる感じです。あ、本当ね、ヴィンテージ世代になると目元に影ができるので、うん、まずはベースとなる色が大事になってきますっていうのがここの持論です。まあね、暗くなっちゃうからね、まぶた全体を明るくしてからアイシャドウに入るようなんですけれども、ちょっと白すぎな感じもするけどね、彫りが深いのでどんなに明るくして、うん、あなたもね、それからちょっとマットのベージュで、あなたも、私も彫りが深い、なんていうんですか、この彫りのところ、彫りが深いのにさらに彫りを深くする感じね、骨格のへこんでるところを今立体的に表現してる感じです。やっぱり絵描きさんですね。ねえ、やっぱり絵描きさんですね。バッチリね。何か言いたいことがあるんですか？いいえ、別に。あなたメイクのことわからないんじゃないですか？ついてきてる？何その上から目線？別に上から目線では言ってないです。上から目線じゃない？ね、何でも悪く捉えちゃう。上から目線ですよね、今の。だって私上から、はい、ほら、はい、もうね、向こうの方にね、はい、はい、あのボビーブラウンの変更色の濃いブラウンというか、この色はブラウンというか、なんというか本当に不思議な色です。この色好き、ボビーブラウンのブラウン系というか、ちょっと紫というかボルドーというか、この色好き、なんとも言えない、うん、魅惑的な色の締め色に、そしてその後にまたこの2色ですって、間違っただけです、ほっといてください。2つの色を混ぜてまた明るいところを表現している感じで、まあ、間違いではないけどね。ちょっとボビーブラウンを使用するようになってから、この方、うん、メイクが濃くなっている感じで、私元から濃いですよ、ナチュラルです。あなたの話は聞いてないでしょ。いいんです、誰も聞いてなくてもいいんです。誰も聞いてないわよ、自分の話を。いいです、あなたも何か実況おっしゃったらどうぞ。どうやって実況するの、ね、今何か選んでるところじゃない。そうです、今何か選んでらっしゃる感じ。普通カットしてるところじゃない。動画でもカットしてたんですけれども、うん、だからどう実況するのこれを。いち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 でどう実況するの、ね、これを。なんか選んでる感じですね。選んでる感じをどうやって、この選んでるところをあなたの話術で広げてください。あなたがじゃあやってみなさい。どうぞ。あなたがどうぞ。もうアイブロウです。どうやってするのよ、選んでるとアイブロウパウダーを、目元がやっぱりしっかり濃くなってくるとついつい眉も濃くなるようですけれども、その辺は感じ悪いわ、本当に。ちょっと考えた方が、最近ね、ちょっとあの太ったんですよね、私たちっていうか同じ人がやってる。最近太ったんですよね。私太ってないですよ、ホルモン注射の関係ないんですけれども、まあ、あなたもあるよね、更年期で。あのホルモンいいから、ホルモン注射の影響で、なんかなんて言うんですか、ほらあの踊ってますね、踊ってましたけれどもね、ちょいちょいこういうの入れますわよね、あのこの方はね。ホルモン注射のね、副作用が楽になるということで、病院の先生からプラセンタ注射を勧められたんですよ。まあ、プラセンタ注射、ホルモンの、まあ、ホルモン注射の副作用がマシになるから打ってみたらっていう感じで、プラセンタ注射を打って、うん、打ってみたら、まあ、副作用で太っちゃった。なので、あのね、プラセンタって美容で注射される方もいるけれども、やっぱりプラセンタ注射は太るっていうことが個人差もあると思いますけれども、まあ個人差ね、こことか私ちょっとややこしいですね、ここで話すかも、またちょっと別の動画でしていただいたらいいと思うんですけど、人それぞれよね、人それぞれよ、私たちでございますけれども、人それぞれよ、人それぞれがパツパツだったという感じで、はい、そんなこと暴露していいの、そんなこと暴露していいのかしら、ここのそんなこと暴露していいの、勝手にあなた勝手に暴露してるけど、腕がパツパツなんてちょっと勝手に暴露してる感じよ、本当に失礼な感じと、この人もう本当に見て目つぶって、何自分に酔ってるのこれ、忘れちゃったわ。忘れたの、
忘れたなんて。メイベリンでしょ。今アイライン引いてビューラーをしてる。メイベリンも出てこなくなったら終わりよ。アイラインはメイベリンですよ。それが出てこないのあなた。ちょっとごまかして。本当は私より年齢いってるんじゃないの。私ばっかりに喋らせないで、あなたもおしゃべりになったらどうですか。何急に。ちょっとあの方がうるさいからちょっとね。うるさい、何も言ってないわよ。口紅を塗ってる感じです。うるさいって何も言ってないけどね。私ちょっとこの方変わったことをなさいますよ。うるさいってどこか言った。私変わったことをなさいます。自分でストロボクリームを口紅に、口に立体感を作るので、ちょっと最近流行ってるそうで、口紅のなるほど、ね、なんて真ん中のあら手が透けた感じで、その上からグロスか何か塗らないと唇乾燥しちゃいそうよね。今回はちょっとお笑いを意識しないで、うるさい意識してるわよ、十分お笑いよ。あなた感じでメイク実況をしてみました。いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかって何、いろんなことありますけれども、マイペースで、マイペースすぎる、やってまいりたいと思います。マイペースすぎます。あなたは黒ココでアップロードしようって思ったんですけれども、やっぱりメイクなんで分けないといけないんじゃない、ね、何の参考に素人メイクですけれども、何がメイク実況してみました。よほどこのスポンジが気に入ったようでございます。実況にはなってないと思います。ただの説明。面白メイク動画も面白って自分で言うのね。そうやって自分で言うのね。あなた今度はぜひ一人でやりたいです。あの白い方がいないところで。私がやりたいです。私が一人でやりたいです。失礼します。あなたがいないところで。ここはチャンネル。